額が広い場合ってさらにこう縦長を強調してしまう場合があるので、ちょっとそれも含めてシェイプを使って少し緩和させるっていうのが一つと、リップもあのリップポイントになるような色をちょっと使って顔の中の余白を埋めていくので、これも面長印象を軽減することになります。だけどこう目力を出したい、はい、なのでまつげとあとアイシャドウをちょっと下まぶたとかに入れて目力を出す、はい。アラフィフの強い味方、みなしメイクの斉藤です。インスタグラムではフォロワー1万人目指しておりますので、ぜひフォローお願いします。じゃあ今日はニホリさんに来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、メイクの悩みなんですが、ニホリさん、なんかでもすごく素敵な雰囲気をもうすでに醸し出してるんですが、何か悩みあるんですか？いや、めちゃくちゃあります。はい、例えばもう年齢的な全体のたるみとほうれい線はもう大きいところなんですけれども、はい、たるみとほうれい線、はい、うんうんうん、あと細かいところで言うと、うん、リップ、何ですか？リップを、もう25年ぐらい塗ってない、四半世紀、ここだけ浮いちゃうような気がして、あでずっと使わずにいたんですけど、さすがに最近そうなんですね、香りも変わってきてるので使わなきゃいけないなと思ってること、 あとはアイラインですね。アイライン、二重のここのラインがかぶっちゃって、はいはいはい、線を引いても、うん、ここに丸ができるようになっちゃう、ラインにならない、そもそもの引き方もわからない、うん、あ、はい、すごいくっきり二重ですもん ね、 だからそれが垂れちゃってるから、こうちょっとかぶってきて引きにくくなってるみたいな、はいですね、全体的はなことはたるみとほうれい線、ポイントメイクで言うとリップとアイライン、アイライン、そう、あとは眉毛がややもういつでも迷子、あ、でもすごい可愛い、ちょっと太めのすごい似合って、頑張って細くしてこうなんですね。あ、もう何年か前は本当にみんなにこう笑われるぐらいこう直線太眉毛だったんですよ。もっと上下にいっぱい生えてたってことですか？毛が豊かで、何よりです。生えてたからおかしなことになってて、あ、さらに描いてたから、のノリ？そう。なってたんですね。はい、でも今いい感じですけどね。でも何がわからないんだろう。形がわからないです。ちょっと失礼します。はい、え、すごい可愛い眉毛してる、綺麗な今っぽい眉毛してますけどね。なってますか？うん、どっちかっていうとこう、うんうんうん、20代のまま引きずっちゃってるんじゃないかとか。あー、なるほどなるほど、うん、あとは、うん、おでこが広いので、今は前髪下ろしてるんですけど、時々全部アップにした時に、異常におでこが、顔が長い、顔がでかい、でそれが割と悩みなので、うんうんうん、でもなんかおでこなんかね、赤ちゃんみたいで可愛いですけどね。ね、はい、でも基本すごく素敵だから、ちょっとの見直しで良さそうな気がします。がっつりお願いします。で揃いました。整いました。はい、新堀さんの場合はですね、前髪ちょっと見せてあのいただいたら、確かにあの、ね、長さがすごく綺麗な球体持ってらっしゃって、まあ、確かにたるみとほうれい線みたいなのが気になる時に、額が広い場合ってさらにこう縦長を強調してしまう場合があるので、まあ、ちょっとそれも含めてシェーディング少しあの使って少し緩和させるっていうのが一つと、うん、あともう一つはリップですよね、はい、リップもあのリップポイントになるような色をちょっと使って顔の中の余白を埋めていくので、これも面長印象を軽減することになります。であとアイラインが引きにくくなったり、ちょっとこうたまりやすいってことだったので、だけどこう目力を出したい、はい、なのでアイラインではなくてまつげとアイシャドウをちょっと下まぶたとかに入れて目力を出す、はい、であと眉毛もねちょっと最終ちょっと整えて、はい、見直したいと思います。はい、はい、お願いします。早速なんですが、シェーディング、ベージュの濃いめぐらいの色をちょっとこういったふわっとしたブラシを使ってちょっとここの生え際にポンポンポンと置いてもらって、それをふわっとこう顔の方に向かってちょっと影を作っていく、もう本当に他人には分からないぐらいの
ほんのりさ加減が正解です。であとはですね、おもながさんなのでこうそのまま横に入れるっていうよりかは耳のこの付け根の前のここですね、ここにちょこっと、ね、側面に少しほんのり影入れてあげる、横方向の影を作ってあげて縦にこうつなぐ肌色をちょっと遮断するような感じですかねっていうのでちょっとおもながを軽減させて、あとはチークも若干血色感あるピンクとか、うんですね、インウィンのチーク使っていきたいと思います。02番だ、はい、顔の中心に少し血色感足してシェーディングと合わせて縦方向の肌色を遮るような感じですね、中央に少し足していきます。あとでリップもくるので、うん、相まって全体的に華やかさが増すんじゃないかなと思います。続いてリップは、テクノサテンリップの405っていう赤みの入ったブラウンレッドですかね、うん、はい、もうちょっとつけてみますね。新堀さんの唇が薄いんですよ。少し自分の唇の形より大きめに描いてあげると地元が大きく見えるので、そうするとこうまた顔のスペースがね埋まってきますから、おもなが印象がまたここで一つ解消される。あとなんかたるみとかほうれい線もやっぱり口紅をこう主張することで目くらましになりますね、うんうん、あーかわいい。大きめに描くときは自分の唇をなぞるんだけどちょっと超えてる感じ、1ミリも出てないかも。こう唇のラインよりも出すぎちゃうとちょっとやりすぎだったりするので、上の唇の幅が1に対して下の唇が 1.3 ぐらい、下の方が少し大きい方が座りがいいんですよね。少しまつげの角度が少し下目になってるので、はい、もう少しマスカラの前にアイラッシュカーラーでもう少し攻めてしっかりとカールをつけてあげる。そうすると二重の上のまぶたが目尻あたりが、うん、そこがちょっと押されるんですよね。そうするとあのアイラインも引いた時ちょっと落ちにくくなります。やっぱりまつげ下向いてると、はい、なんかその上まぶたと下まぶたが結構接触しやすくてアイメイクも落ちやすいんですけど、まつげを上げてあげるとまぶたがちょっと上向きに矯正されるような感じ。根元近くやって、まあまぶたがこう挟まらないぐらいのところ、うん、ちょっと上にずらしながらギュッ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 ってやって威力が目力待ちましたね。ニーウィのアイシャドウの03番、優しいオレンジベージュ、まあ、ミディアムなカラーっていうんですかね。本当にここの下まぶたの一線で目尻の方が少し幅広でもいいと思います。あのリンクさせるためにちょっと上にも同じ色をちょっとつけていきますね。あのマスカラもなんか落ちた時なんだろう、にじみにくいですね、アイシャドウしてると。まつげしっかり上げて上下マスカラしてで下まぶたにアイシャドウその前にしていればなんかアイラインいらないかも。眉毛は全然綺麗なんですけどちょっとねアウトラインがボケてないのでそれぐらいですかね。おツヤツヤですね。あ、もともとね肌ツヤツヤだったから全然違和感がないです。これでアイラインは入れて、うん、入れてないですよね、うん、どうですかこの25年ぶりのリップの色とか。いやもう、うん、大満足以上です。なんて言えばいいんでしょう、本当に、うん、欲しい欲しいありがとうございます、たるみとかほうれい線意外に気になりなくそうなんです。なんか全然そっちに目がいかないというか、このあたりに目がいくので目くらましになってる。なってますなってますなってます以上です。なってます以上です、うん、なんかすごい違う洋服とかも着たくなっちゃう。ありがとうございます。見直しメイクチャレンジ成功です。ありがとうございます。ありがとうございます